パン屋のビジネスモデルってのは何ででしょううか、ということいこなんですね、えー。パン屋さんというのは小麦粉を仕入れて小麦粉からパンを作りそしてそのパンをお客様に売るということで、えー、パン屋さんの儲けというのは、えー、パンを売って得たお金から小麦粉の仕入れで払ったお金を引いたものこれがパン屋さんの儲けになる。 とという,ふうに考えることができます売上総利益あらりというのは売上高から売上減価この商品の減価を引いたものということになるわけですけれどももう皆さんこれの図を見てお分かりの通りパン屋さんというのはパンを焼く窯の設備がいるじゃないかそれからパンを売る店舗もいるじゃないかとまあ無店舗販売というのもあるかもしれませんけれども そういうふうにこれに付随するいろんなコストの部分もあるということはすぐにお気づきになるだろうと思いますそういう形でいろんな他の要素も入るわけですけれどもシンプルにビジネスモデルを考えたら小麦粉からパンを作って売るというこういうものがパン屋さんのビジネスモデルだというふうに簡単に説明することができるかと思います それでは製造業のビジネスモデルはどういういいに見たらいいでしょうか。製造業である製品を作る人は原材料や部品を買う必要がありますそして作った製品を売るというですねこういう形のビジネスをしているわけですここで売上総利益は売上高から売上原価を引いたものと。 パン屋さんの時と同じような構造になっていることがわかるかと思います。ここで売上減価には原材料費だけではなく工場で働く人の労務費や工場の高熱水量工場や製造設備の減価償却費などが含まれるということが想像できるかと思います。このように製造業であればビジネスモデルとしては 同じような形になるかと思いますけれども、こういう物とお金の流れというものがあるということを理解していただきたいと思います。それでは流通業のビジネスモデルはどうなるでしょうか。この真ん中にコンビニエンスストアの絵があるわけですけれども、小売業であれば商品を仕入れて、その商品を販売する。 というのが基本的なビジネスの仕組みになります。売上総利益は、売上高から売上原価を引いたものということで、安く仕入れたものを高く売るという商売の原則があるわけですけれども、自分はお店を開いて、その商品を並べて、お客さんが来るのを待って、そのお客さんが買ってくれた、その 一つ一つの利材やから利益が生まれているとこちらも同じように売上原価の中には労務費や水光熱費それから設備の原価償却費などが含まれることになりますですから、まあ、物の値段の利材やの中にこれらの費用部分を賄うだけのあらりが取れなければいけない 個別の商品ごとに見たときには値段差、価格差ですね、仕入れと売り値の価格差がこれらのコストも焼却できるように、これらのコストを賄えるように価格設定がされなければいけないということは分かっていただけるかと思います。